投資やめるって何年か前に発言した時のその2日後にできた講座ですね。テーマはよく出るやつにしてあります。受講するときは気をつけてください。まあこれはそのままただ指に持ってっちゃっても全然そうでは始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、そうですね、前代未聞、投信やめた講師が自分の投信で流れてる授業を説明してみたということですね、はい。投資で流れてるですね、自分の講座をね、説明してみようっていうやつですね。まあ、今見たけど、自分のテキスト全部は取っといてすらいないですね、自分がね。多分2冊ぐらいもらえんだと思うんだよね、できたやつって。だから2冊あるやつと、全くないやつと1冊しかないのがあるから、捨てちゃってるのかな？わかりませんが、前に紹介した投信ウィキに担当講座全部載ってるんで、それと合わせてみてもないものがいっぱいあるから、あとね、ツイッターにね、未だに来るんですよ。もうついに投資をやめられたのは申し訳ないんですけど、この講座に関して教えてください。今のレベルは何とかなんですかと。答えると思ってんですか私がそれにね。投資ウィキにも書いてあるけど、私はお金もらってないですから、もうね。流される講座に関してお金をもらうことはありませんので、だからそんな質問言われても答えないということです。はい。でね、まあ、見てみると、そっか、ハイステージっていうのがね、一番最初ね、中学ネットのやつね。まあ、この時はね、まあ、しょうがないか、中学生だけど、しょうがないみたいな感じでね、まあ、持たせてもらえるだけよかったか、みたいな感じでしたけど、まあね、この後、単なるね、唾つけられて、飼いならしをされるんだなんてね、夢にも思ってなかったわけですが、まあ、基本的にだから、ね、何かしら企画があって、そこに穴が開いてるとか、そういうのがないと入れないんで、そういうのがなければね、ずっと講座は作られないっていうね、こっちの提案なんか何も飲まれないっていう世界ですから、まあそれはそれでしょうがないって言ってね。もうちょっと早く気がつけばよかったね。そうすればね、もう変わってたかもしれないですけど、人生。はい。東大対策英語っていうのは、東大ですね。まあ担当者みんな辞めちゃいましたね、東大ね。今度も東大英語誰やるんだろう。太りさん、福崎さんね。さすが宮崎さんがまた東大英語やるとかっていうのはね、もう考えられないんですけど、東大英語の過去問がある、そのね、10年分を避けてるから、だいぶ昔のやつしか使えなかったから、ちょっとね、古いんですよね、問題が。だから、受講するときは気をつけてください。あ、そう、当時のね、生徒受講っていうんだもんね。お気をつけください。古い問題であるっていうのだけ覚悟してください。なんで、新しい問題をやりたいんだったら、その過去問ね、宮崎先生の過去問のやつをお勧めします。はい。で、難関国公立大英語。そうですね、難関国公立大英語。これね、がっつりやったやつですね。私がもう前にね、そうそう、当時辞めるって僕が何年か前に発言して、時のその2日後にできた講座ですね。でも全然もう何を言っても、ね、講座を作ってくんないからもうやってられんと、こんなの。その人は講座をね作らせないから、じゃあここのルートはもうダメだから、もっと偉い人にね言って何とかしましょうみたいな感じでなってたんですけどね。まあ結局、いやこんなんダメだみたいな感じでなってできた講座ですね。なんか投資を潰す気だとかって言ってる人いますけど、そんなこと全くないですから、感謝してる部分も多いので、もし本当に潰す気だったらね、言えない話いっぱいありますから、そこは話さないですから、絶対。あのね、社員の中にはね、期待してる人いるんですよ。その部分話してほしいってね、言ってる人もいるんですけど、話しません。絶対話さないでくださいっていう社員もいるからね、その生活かかってますから、絶対話さない。まあかなりレベルの高いやつになってるんで、まあテーマはよく出るやつにしております。まあこれもね、いずれ時間が経てば、まあ古いテーマになりますから、変わってはいくと思いますね。確か1学期が構文とかを中心にしてるんだよね。構文と読解と英作っていう感じでね、確か作っていたと思います。で、間になんか、で、夏季のやつ。そう、今、夏季って名前じゃないんだね。なんか変わってる通期中間講座とかっていうらしいですね。これも、まあ、基本的には同じような感じだけど、テーマがちょっと抽象的なものを選んだ記憶がある。で、すごいのは、この英作が実際の自分のね、浪人生の東大英語をやってたんで、その人たちに全部宿題って言ってやらせてたんで、夏かなんかね。で、そこで出た間違えとかっていうのを、その映像で添削してるっていうね、あんまない講座だと思います。で、2学期の方になると、なんか会話があったりとか、いろんな形のやつね、構文じゃなくて、確か会話問題とかを中心としてやったような記憶がおぼろげにある。まあこれが私の通期講座。総大語、あ、これね、そう、通期じゃなくて、通年講習講座って名前なんだ、今。これがまあ一応総大英語。で、これもさ、太さんがさ、慶應大英語っていうのやったから、ね、総大があまりになるから、だから総大やりませんかみたいに言われたやつですね。そう、10
校でやるんだよね。だから20の通期ではない。だ基本的には読解と会話をなるべく多く作ったんでね。これ全部データ出してどういう出題形式がよく出るかっていうですね、当時の、まあ、辞めちゃった優秀なスタッフがですねデータ化してくれててやったんだよね。で作文とか様々な形式、そうだね、理工のやつも結構入ってますね。いろんな形式を扱ってるって感じですね。レベルがめちゃくちゃ高いんだよね、どっちもね。だからこっちもさ、難関も壮大も高くて、みんなこれにね、行くんだけど、それの前段階の講座がないんだよね。だそれをやりたいやりたいってすごい言ってたんだけどね、な。まあ、それ作られることもなかったから、一気にレベルが高くなってびっくりするっていうね、人が多い。あ、まあ、国立の方は、大岩先生のなんかできた気がする。途中で、前段階になりそうな講座ができた気がする。あ、正誤問題ね。これが一番最初に作った、やつだよね。中学生の講座の後はこれだったと思いますね。正誤問題がブワーっといっぱい載ってるやつですね。まあこれはそのままただ指に持ってっちゃっても全然問題ないかなと思いますね。でこの時に正女と正誤どっちがいいですかって言われて正誤を選んだんだよね。確かね、山中先生がやってたんじゃなかったっけ、正誤正女で抜けるからみたいな感じでどっちかやりますかみたいなんで、まあ正誤が得意というか正誤すごいいっぱいやったからその力を出すことができるかなと思って、とにかく大量に問題を解くことが大事だからって言っていろんな正誤問題をやった感じですね。でその他いろんなのあんだな。あー、英語4期のスピーキングね。そう、4期の延期になっちゃったけどかなり早い段階でね動いてたからね。スピーキングと私ライティングがこの1個上か4っていうのやってますね。はい、リーディングの方は揉めて私の中心になりました。あれはね、僕も悪かったので、ね、下のレベルのやつは時田先生が僕のリーディングのやつもやってるっていうね。で、なんか、答案練習っていうのがあるんだよね。答練とかっていうのがあって、南関国公立大学の答練。南関国公立大学いっぱいやってんだね。添削してもらえるやつだよね、確かね。で、東大の下線部段落文法か。あー、これね。これはちょっとね、もうちょっと時間をかけて作りたかったよね。だから福崎さんが抜けた時にもうどうするみたいな感じで作んなきゃみたいなんで、いきなり作ったやつなんで、もうちょっと吟味して作りたかったかなっていうのはあるよね。福崎さんのものがそのままっていうのも結構こうあるかな。本当にね、やっぱね、要約の問題作るのめっちゃ大変なんで、東大は東大しかないんで、で浪人生の授業とかもそう、全部オリジナルじゃなきゃ無理なんですよ。他の大学の問題使えないんで、超大変だったの覚えてますけどね。時間なかったからね。その段落正序文法語法、語順の方は客観式の問題だから、後でもいいですみたいな感じだったんだけど、まあ、当連ですが、とにかくなきゃダメですみたいな感じで急いで作ったんだよね。で、発音アクセントね。でこれだからセンターの講座があったからさ、センター試験のものを避けてます。全部センター試験の問題を避けて、あ、これ自分の発音アクセントじゃない、自分の前のやつだ。福崎さんの発音アクセントだ。これどこにあんだろう、自分の。これを踏襲して、踏襲はするけれどもセンターの問題は一切使わないで作ったんだよね。だから問題選びが大変でしたね、様々な大学で。それに対して招待講習の方のこの話すための発音アクセントですね、話すための発音アクセントはあんまり話すためになってないよね。これセンターの過去問題で、タイトル勝手についてるだけですから、4技能につなげるためにっていう風に、だから気をつけてください。話すためになってない、これ過去問がセンターになってるだけで、実際の方の発音アクセントの講座の方がスピーキングはやってると思う。発音に関してね、どうやって発音するかみたいなのを喋ってたと思いますね。まあこの特別招待講習のやつはそのままただ指に使っちゃってもいいよね、問題で。本科東大英語も残ってんだ、まだ。へえ。ああ、そっか、西さんのやつまだ取ってないからか。あ、今ね、西先生が取ってるやつだよね。だから来年からは西先生の講座になると思いますね。東大本科で撮影してたやつ。でもこれもだいぶ前だよね。映像で撮ってたやつだからね。で、単元ジャンル別が出てんだ。発音アクセントの発音を2つやってて、勝利の英文法とかっていうの、何この名前。正誤判定。で、自由英作。あ、自由英作もやったな。未開講講座、東大対策英語特別編。未開講講座なんかあんの？まああれでしょうね。だから東大対策英語の中の、なんかちょこっと切り抜いて、それを特別講習でってやつね。本当はね、取る予定だったんだけど、東大対策英語別枠として取る予定だったけど、私、答申やめちゃいましたから、結局なくなったってやつね。はい、こんな感じかな。まあ、いずれ、まあ、総大英語もちょっともうだいぶ時間経っちゃったから、まあ、本当、所属してれば、あなたに取り直したいですって言ってたかもしれないですね。なんかね、3年経ったら取り直すんだとか言ってたんだけどね、全然そういうのももう守られなくなっちゃってたから、うん、よくわかんない。昔のも普通流れてるもんね、いっぱいね。なんか国公立もまだまだ新しいかな。17年だから、まだまあ、よく出たトピックをやって、
ってるからまだ大丈夫かなって思うけど、やっぱでも古くなるよね。やっぱり最新のトピックは変わってるので、もっとやりたいトピックあるからね。まあそういう風に新しくねできるっていうのが、まあ YouTube の良さではあるんですけどもね。まあこんな感じでね、いろいろやってますけど、まあ、ね、お金払わなきゃいけないですからね。だからという感じですね。まさかの投資、元講師が自分の講座どんなものなのか説明してみるっていうですね、とんでもない企画をやりました。はい、この動画が消されないことを祈っております。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching すごいことやったな。